ギャルといえば英語でしょう。はい、英語ギャルチャンネルです。一人ということはマルコ企画となっております。本日の企画はマルコのナイトルーティーンになっております。イエイ。10時半になるんですけど、ここから帰宅して仕事終わりのナイトルーティーンを皆さんに見ていただけたらなと思います。ハッピーになっていただけるようにマルコ頑張るので、最後までご視聴の方お願いいたします。それではどうぞ。お家に到着しました。ただいまの時刻が22時14分。私は家に帰ったら楽な格好に着替えて、そっから先にお風呂入る時もあれば、夜ご飯食べる時もあれば、全然日によって違うんですけど、とりあえず着替えていきたいと思います。はい、部屋着に着替えてきました。髪の毛だけバッて上げて、こうやってフードとかをねかぶって、いつもこういう感じで。 GU でこの前ゲットしたルームウェア でこれ着てると本当に掛け布団とかいらなくても全然寝れないんですよ。めっちゃあったかい。しかも29ぐらいでゲットできるし。私はクマちゃん、白クマちゃん。今からご飯を食べていきたいなって思います。今日のご飯がじゃじゃん、ヒラメの刺身。おじいちゃんの兄弟がよく釣りに行くんですけど、お裾分けでいつもくれます。これがねめっちゃ美味しいんですよ。いつもお仕事終わりはお酒を飲むんですが、今日は男梅サワーにします。私実家なんですけど、もうみんな疲れて寝てて今一人です。いつも私の家族は寝るのが早いんですよ。今日はそんなお腹空いてないんで、ヒラメのお刺身だけで終わりたいと思います。じゃあとりあえず、じゃあ今日も一日お疲れ様でした。乾杯。なんか味が違う、これなんだ、無糖だ。ナイトルーティーンは多分私が初めて撮るんですけど、どんな感じで撮ればいいのか難しいですね。やっぱり少しずつ慣れてきたんですけど、カメラとこうやって話してるっていうのがまだあんまり慣れないです。難しい。でも頑張ります。これマジで美味しいんですよ。釣ったばっかの新鮮なお刺身だからマジでうまい。やっぱなんか無糖なんか違うな。本当に美味しいこれ。ヒラメの刺身。今度釣り行きたいな。釣ったお魚を自分で食べるっていう。あかかかか。ヒラメの骨が歯茎に刺さった。これマジで飲んでみてください。無糖派か普通のやつが好きかちょっと教えてほしい。無糖マジ一回飲んでほしいかもしれない。これを全部飲んだらお風呂に入っていきたいと思います。お風呂上がりました。すっきりしました。長風呂しすぎました。もう今12時です。うん、髪乾かす前に私はいつもスキンケアからやって、パックした状態で髪を乾かしてるんですけど、一番最初にこの CNP の化粧水とか導入液みたいなのなんですけど、これを先に塗ってその後に化粧水とかしたりパックをしたりすると肌に浸透するっていうやつです。友達におすすめされて使ってみたんですけど、びちょびちょに。でから敏感肌用の無印の化粧水
これを取って、ここ最近乾燥がまずやばくて、多分マスクとかで擦れたりもあって、ここ赤いんですよね。マジやだ本当に。ここで首のとことか、もう体全身にはお風呂上がった時に塗ったんですけど、この顔をやる時に首とかも絶対塗ってください。首も年齢出るっていうので、首まで化粧水を塗るでやったら、今日は私10月26日誕生日だったんですけど、お客様からもらったこちら、じゃん、お客様からいただいたパックを使いたいと思います。めちゃめちゃ嬉しいな。なんか誕生日プレゼントで結構パックとかディフューザーとか香り系のものすごいいただいたんですけど、本当に嬉しい。こちらを使っていきたいと思います。でいつもパックしたら、私15分ぐらいパックし続けてるんですけど、取ってまたこうやって顔に浸透させる。あ、やばい。ああ、このパックしてる時がマジで最高ですよね。これしてる間に髪を乾かしちゃおう。よし、完璧や。もう15分ぐらい経ったんで、取って。びっくり、このバッグ。本当にありがとうございます。嬉しい。やっぱ仕事上、もうほぼ毎日化粧してるんで、スキンケアの時間ってマジ大切なんですよね。OK! 完成しました。私いつも寝返りがすごくて、摩擦で一時期すごいちぎれて、もうやばかったんですよ。美容師の友達がいるんですけど、マジでナイトキャップした方がミクはいいと思うよって言われて、そっからナイトキャップし始めたんですよね。寝るときいつもこういうナイロンの、今日洗濯したからめっちゃシワシワなんですけど、こういうナイロンのナイトキャップ、これ Amazon とかで私は買ったんですけど、これをつけていつも寝てます。やっぱり髪の毛って女の子の命じゃないですか。なんで肌もそうなんですけど、髪の毛も大切にということで、これつけるといつも笑われるんですけど、ちょっと待ってくださいね。こうやってまずつけて髪を全部入れんの。ほんとなんかジャムおじさんみたいなんですよ。これがリアルなんで、ほんとに。でもね、これつけるとほんとに次の日起きても寝癖もつかないし、ロングヘアの人用のナイトキャップもあるんですけど、こんな感じ。マジでおすすめ。これもうエゴのみんなにおすすめしてる。このナイトキャップしたら、このフードをいつもかぶってこれで寝てるんですよ。完全防備。このナイトキャップ し始めてから、めちゃめちゃ髪質も良くなったし、本当にメリットしかない。こっから、まあ、ぐだぐだ YouTube 見たり映画見たりして、なんだかんだいつも夜中の2時3時ぐらいになるんですけど、そっから私はいつも寝てます。私のナイトルーティーンいかがでしたか。ただいまの時刻が2時40分ぐらいかな。さっきまで君の名を見てました。こんな時間になっちゃったんで、早く寝たいと思います。まあ、とにかくね、仕事終わりの晩酌が本当に楽しみで、今日もほろ酔いでゆっくり寝れそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。以上、ミクでした。はい、エゴイスト。